はい、どうも、お茶です。段位を見てください。新が22段になりました。やったぜ。はい、まあ今日はね、新の動画じゃないんですが、さすがに2連続新ってのもね、まあ、あんまりあれなんで、今回はね、ちょっとジョニーを使わせてもらおうと思います。ってことで、この気持ち悪いジョニーとね、ステージジャパン。これジャパンとね、ジョニーのこの色がね、同化するってね、批判を受けたんですよね、僕。だけどまあ気にせずね、せっかく買った課金からなんでか、ね、ジョニーのカラーを使っていこうと思います。ってことで、対戦相手見つかるまで、これいいのか、カットしようと思います。ジョニーでランクマをやろうと思ったんですが、対戦相手が見つからなくて、回でも、やろうと思ったんですけど、対戦相手が見つからなくて、格上検索でも対戦相手が見つからなかったので、今日の動画はロビーまでやっていこうかなと思います。さすがにちょっとイレギュラーでしたね。うん、まあ、こんだけランクマ人いないとはね、思いませんでした。今ね、午後じゃなくて深夜の3時10分なんですがね、さすがにちょっとね、対戦相手がね、見つからないんで、ここはね、どうしようかな。三先台で待とうかな。三先台で、今日の動画は三先です。ってことでカットでーす。はい、ということでね、ロトスコさん、よろしくお願いします。ラムレザルの方が来ましたね。ありがたいですね。はい。さあ、段位はね、どのくらいなんでしょうかね。あ、そっか。いつもだったら、左下に何戦何勝みたいなの出るけど、これロビマだから出ないね。新戦ですね、なんかね。4F か。段位はないですね。ランクもやっていない方でしょうか。さあ、美味しいコンボミスんなきゃね。はい、コンボミスるんですよね。お。あれ、立ったけど。ダストじゃなくてバーストで使ったか。ジャンプ。うわい、エンサーバレか。了解でーす。ほ、ほ、あれ、エンス割り込まれる。あ、やっちゃった。ここはデッドアングルで切り返していきましょう。やべ、ちょっと待ってね。とがめらんない。どうやってとがめればいいんだろう。ここちょっと安めですけど、女キャラなんで、あー、これ入らねえよな、多分だよね。ばっこりブリッツを使っていこうと思ったが無理だった。やべ！おっと、入れ込みでしょ、おそらく。あれ？やばい、死ぬ。これ無理だ。これジャンプで、テラル間に合ってくれ！はい。テータが出なかった。二段ジャンプで、なんか JS を振るとかいう、意味のわかんない行動してしまった。ちょっとラグくないか、さすがに。さすがに 5F はラグいっすね。6F になりました。さあ、どうするこれ。これ相手もコンボできないでしょ。こんなラグいと。もう出すとこれガーフですからね。正直ラグいとね、ジョニー側結構コンボきつめなんですよね。いや、しゃがみぐらいだから繋がったか。あ、死んだ、バイバーイ。まあ、一応、バースト入っとくか。これだってもう出すとガーフでしょ？取っていた。嘘だろ、お前。ほい。あー。トランシー、終わったな、これ。これはちょっとひどいですね。まあ、でも、仕方ないんで。もうラグはね、一応僕25フレまでいける人間なんで、はい。7位。まあ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 、25フレまでいける俺にとってはね、ラグなんて存在しない、こんなん。ファーク！これ拾える？円S6 回だったら暴れ通しになるんですかね。円S。あれ投げれなかった。これは俺が下手でした。ほい、確定。どうしよう。やっちゃった。ほっ、ほっ。お。
よし、いいコンボ。すごくないですか、 6F でもこのコンボできるって。はい、自画自賛していく。バクステ出ない、出ないよね、そりゃ。バタイしない、バタイしないね、了解です。おい、届かない。おい、あ、バカ暴れちゃった。あ、はいはいはい、分かったわ。ゲージあるときは完成消し2まで多分演出とがめれるかもしれん。そもそも様子見でスカ角取るっていう、それが一番ねできたらいいんですけど。あ、これおいしい。あ、おいしい。コインここで投げる。はい、これは俺が有利だよ。コインと、あー、お、繋がった。はい、バカ。ミピー側の捨て取れ苦手なんです、許してください。あー、ちょ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 、当たっちゃった。コンボ見せて。おい、繋がってねえぞ。あ、これどうなる。あ、なってガード、ガードになってなかった。こっちもあって、ほい。本当はね、これね、2S ミストは、レベル1だと繋がんないんですよね。カウンターじゃないと繋がんないんですけど、なんか暴れてましたね。おそらく延々走行してたんでしょうか。うん、6から 7F ですね。だいたい5から 7F か。今深夜なんですけどね。深夜で比較的回線は、いい方じゃないですか。ま、他人の、ネット環境もいろいろね、いろいろ事情があると思うんでね。ほっ、あ、なんかごめんなさい、他のゲームのアップデートが終わったっていう。ちょっと俺タッチ系で 6K 擦りすぎですね。投げれるでしょ。安めですけど許してねっていう。ヒット確認できなかったか。ほっ、価格取れなかったか。はい、どうしよう。お、勝ちたいムーブですね、これが。いわゆる切りはめってやつ。一応これでも弱体化したっていうね、恐ろしい技です、ほんとこれ。さあ、拾えなかった。重いでしょ、コンボできないっしょ。あ、ラッキー。ほ、6回コイン禁エスできるかな。女キャラ怖いんだよな。これはダメ取れる、大丈夫、ギリギリ取れる。もう一回、俺も学ばないな。チンパンジーのように6回6回を入れ込む。え、ここも割られんの、マジ。あら、チュー、あ、どうしよう。タチ系円 S6 回が割られるんで、タチ系円 S、 ん、違うな、ん、タチ系円 S6 回って割られるのか。あれ、俺何6回出してた。タチ系円 S6 回でやってたよね多分。ちょっとこのラグあるとさすがに6回コイン禁エスは失敗しそうなんでやめますか。やってみよう、やっぱ。あ、やっぱミスるね。つか、多分ラム入りづらいかも、これ。あ、ごめん、漏れた。当たってなくてよかった。あんまラグい中、中段は俺使いたくないっていう。こう、今の付加角取れてたのかな、わからないけど、ガード間に合ってそうなあれでしたけどね。さすがに。ラムの演出そんな硬直長くないでしょ。ほい、演出
演出マイパンマイパンマイパン、バカ。お、どうしよう、コインゼロだけど、まあ俺がコインなくても勝てるところをねばっこり見せていこうかと。完成機質は危険がバカみたいに強いんでね、まだコインなくてもこれだけでご飯食えんじゃねえかなっていう。ほいほい、あ、ここで金馬か。ほい、投げていく。オッケージョニーはコインがなくても戦います。はい、あ、終わりかこれで。まだ2回しか勝ってないと思った。なんかね、今日はねちょっと予想外でね、あのランクマじゃない動画になっちゃいましたが、まあちょっと今日はねなんかいろいろと忙しかったんでね、あんま撮る時間なくてね、こんな時間になっちゃったんですけど、まあ、なるべくこういうのはねなくしていきたいですね。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。